タルトチルがあなたにハッピーとラッキーをお届けするタチツテトラジオ。今月のテーマは〇〇ランキング。この番組は沖縄の若者タルトチュルが毎月異なるテーマでおしゃべりするトーク番組です。月の最後の日曜日には皆さんからいただいたメッセージを読み上げます。たくさんのメッセージお待ちしています。ぜひ一緒に面白い番組を作っていきましょう。ということで、パーソナリティを務めるのはチュルとタルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではタルちゃん、今日のハッピーを聞かせてください。はい、今日は久々にキックボクシングに行って運動ができたのでハッピーです。おー、いいっすね。キックボクシングな、久しぶりのね。久しぶりって結構やり込んでんの？それとなんかちょくってこと？あ、もうちょくちょくって感じで、これ月額制なわけだから、もう月に1回払って、うん、そっからまあ行きたい放題って感じで、予約もしないで行きたい時に行けるっていう感じなんだけど、そのシステムが、はいはいはい、まあ良くもあり悪くもありってところで結構自分に妥協してしまうんですよね。なので今日は久しぶりに行けたっていうことにすごくハッピーです。良かったです。良かったです。ありがとうございます。ではチュルさん、今日のラッキーをお願いします。はい、今日のラッキーはですね、綾鷹の抹茶味が出てるのかなの、無料券をもらいました。ラッキーです。おラッキーだよね、これはね。何それ？なんかセブンで買ったらレシートに1本無料チケットみたいなのがついてきて、あー、そう、はい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 、なんかいつも特にレシートもらわないけど、あ、なんか書いてあると思って取ったら、それで。わかる。ミルクティーか、ホットミルクティーかなんか買ったらついてくるやつだよね。ミルクティー買ったかも。ほうじ茶ラッテ買ったんだったかな、何だったかな。あ、そう、その辺だったはず。 なんか買ったら、そう、それが出てきた。そういうことか、対象商品があったんだね、あれ。そう、それで俺もミルクティー買ったわけ。次抹茶、抹茶の味買えるかなんか、なんか引き換え券使えるかなみたいな感じで買って、レシートまでちゃんともらって、気づいたら捨ててた。もらったの覚えてるけど、しっかり捨ててたんだ。しっかり捨ててた。よくないよ、あれは。ちゃんと使った方がいいよ。いや、しっかりもらったから、ちゃんと明日使う。保管しといて。はい、はい、保管します。ということで、本日もやっていきましょう、はい、皆さんからのメッセージ、タチツテトラジオの公式 LINE から送ることができます。LINE アプリ内の友達検索で@957KDRBM、 アルファベットはすべて小文字で@957KDRBM と検索していただくと、このラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達追加していただいてメッセージを送ってください。今月のテーマは〇〇ランキングです。まだまだメッセージ募集中ですので、どしどしお待ちしています。また番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。流れている曲は僕たちの曲、タチラジ×ザ・ビッグロープで歩いていこう遠くまで、ロマンスクラスターです。 YouTube でミュージックビデオも上がっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。タチツテトラジオ FM 小座からチュルとタルでお送りしています。ここでタチツテトラジオから大事なお知らせがあります。はいはい、最終放送日決定しました。あー、決まっちゃいました。決まっちゃいましたね。はい、そうね、最終放送日は3月の20日です。ちょうど1ヶ月後になります、はい、
そうだね、この放送が上がるのが多分2月の20日なので、うん、3月の20日が最終放送、実テトラジオの最後ということで、はい、いやーここまで早かったね、なんかね、なんだかんだ、ね、うん、なんか、うん、まさかこんなに早く来るとは。そうだね、まあ、その辺のこれまでのなんか過去も振り返って、今後の2人の活動についてもまた別で設けて話したいね。そうだね、うん、ということで、まあ、まだあと何回かな、5回くらい、うん、4回、4回か、全速力で走り切ろうと思っております。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。最後までよろしくお願いします。さて今月は〇〇ランキングということで、本日は実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキング、イエイイエイ。なになに、なになにじゃない、タルちゃんが持ってきてくれたランキングなんですけれども、はい、え、なんかさっきちょっとチロってもう聞いちゃったんだけど、うん、いや、さすがにびっくりして、なんか特に知らないお菓子が知らないうちになんか販売中止になってても、なんか、うん、あ、そうなんだってしか思わないけど、結構有名なところが販売中止になっていたということを聞いてですね、これはそうだね、タチツテトラジオでも紹介しなきゃいけないなと思って。そうだね、このサイト見た時に聞いて驚くお菓子ランキングだったから、うん、まあそれなみ、うんうん、それなみにこう聞き覚えのあるお菓子なのかなって思って、こうサイトを見ていったら、うん、もうどの家庭にもあったんじゃないかって思うくらいのお菓子もね、気づけばなんか販売中止になってたっていうことだったので、俺未だに嘘と思ってるけど、いいよこれはみんな視聴者に届けてもし嘘だったら、あの何、嘘ですよっていうメッセージもらおうちゃんと調べろよって話だよね、こっちでだったら確かにちゃんとそこは引っ張ってこい、そうそうっていうところね。いやでも結構意外なものもあったりしたのでね、これは皆さん知っていただきたいところではあるんじゃないですか、うん、は、本当だったらね本当だったらね、はい、はい、まあね、昔から当たり前のように身近にあったお菓子の中にはね、残念ながら、まあ、さまざまな理由によって販売中止になったのもの、まあ、少なくもありませんということで、今回は上位3つ、紹介したいなと思います。お願いします。このランキングがね、実はもう20位とかめちゃくちゃあるんですけど、あの、うんうん、知ってるやつが、まあ、上位3位までだったということなのでやっぱり知らないお菓子が出て知らないうちに去ったのもあるんだ、うん、やっぱりあります、全然全然ありますなので今回はですね、もう上位3つだけを絞って、紹介していきたいと思います。はい、お願いしますでは早速いきましょう。まずは第3位から。第3位、実は販売中止になったと聞いて驚くお菓子ランキング第3位は、はい、チューペット。チューペット、あ、チューペット、これ、チューペットって聞いてんって思う人、チューチューって言うんじゃないかな。チューチューが分かりやすいかな。だったらどうなんだろう、分からない。え、でも俺はチューチューって呼んでて、なんか、うん、共通的にチューペットっていうのかなってイメージかな。俺はでもどっちかっていうとチューチューって呼んでた。ああ、お、イントネーションの話だけどチューチューって言ってた俺はね、俺はチューチューだった。だチルはチューチューでしょ、俺チューチューって言ってたから、チューチューか、一緒やしあ、一緒か一緒かチューチューでしょ。結構みんなチューチューって言ってたよね、チューチュー食べたい人みたいな話で、うん、よくおばあの家にもあったりしたし、実家にもあったかなっていう印象はある、このチューペットなんですけれどもね。家の下の冷凍庫に絶対入ってたもん。あるよね、あれは何、何コープとかで買ったのがよく置いてあった気がするあ、コープかどうかは分からん、もういつも父さんが買って冷蔵庫の下に冷凍庫に置いてたっていうイメージなんだけど、あるよね、ぶどう味とかさ。中華販売中止本当今でも。これがね、これがね、まだ僕たちの中でこの原因、販売中止になった理由っていうのが調べられてないんですけど、うん、まあ、でも2009年9月に販売終了しているそうです。絶対嘘だね、2009年は俺らも絶対食べてたもん
2009年っていうことは今からもう13年前ぐらい13ぐらいか。だからまあそれ、食べてないか。食べてると思うけどな俺は。さすがに。ちょっと調べてみよう。あ、まあでもこの類似商品が今もなお店頭に並んでいることからチューペットが姿を消したことに気がつかなかったという人も多いようですって書いてあるので、もしかしたら類似商品に気を取られてるかもしれないですね。そういうことか。本家のチューペットは生産中止してるんだ、うん、もうらしいです。でももう類似商品があるから、うん、そりゃそっか。じゃあもしかしたら俺らが食べてたのは類似商品だったかもしれないね、チューペットじゃなくて。でもどれが本物でどれが類似商品かなんて分かんないもんね。確かに分からん。正直もう一本の長い棒にパキって割れるものがあったらチューチューやん。それはチューチューだよ。もうそれはチューチューやん絶対。分からんもん本物か。あ、でも本物が中止になってたんだね。まあ確かにびっくりはするけど、うん、果たして本物を食べてたのかが分からない。そうそうそう、そもそもね。まあでも本物は2009年の9月に販売終了しているとのことです。へー、ありがとうございます。いやマジでびっくりする。これはこれはびっくりだね。はいはい、確かに驚く案件でした。ありがとうございます。ではでは、じゃあ2位発表の前に一旦 CM 行ってきましょうか。はい、76.1 de la FM. Eso más. Radio y FM cosa.楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。あの街この街エンタメ講座、講座いつでもそばには FM 講座、講座 76.1 メガヘルツ講座。タチツテトラジオ FM 小座からチュルとタルでお送りしています。さて今日のトークテーマ、実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキングでお届けしています。はい、第3位がねチューペットということで、うん、しっかりびっくりさせていただきました。いやー驚きましたねしっかり。はい、続いて第2位の発表お願いします。はい、それでは実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキング第2位はサイコロキャラメル。サイコロキャラメル。なんだそれ。あれ、驚かないよ。あれ、これ駄菓子の定番ともいえるサイコロキャラメル、わからないですか。わからないな。調べてもあんまりピンとこないんだけど、これ何。正方形のパッケージに赤と白のサイコロのデザインが施されていて、食べ終わった後もサイコロとして使用することができる斬新なお菓子として注目を集めていたらしいです。なんか仲間見たことあるけど、中はキャラメルだね。そうだね。キャラメルだね。よく食べてましたねそれは。確かに、うんうん、それ確かに食べてたけど、サイコロに入ってた覚えはない。時代かな、これは。もし、まあ、そうかもしれないね。世代の方がいたら本当に驚くやつ。この記事にはですね、うん、そんな誰もが一度は見たことがあるお菓子の定番だったサイコロキャラメルも2016年3月に販売終了、89年の歴史に幕を閉じました。現在は工場がある北海道限定で販売されており、北海道土産として注目されているようです。おお、そうなんだ。まあということで、はい、はい、気になる第1位いきますよ。はい、
実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキング第1位は、はい、カールです。カールです。本当ですか。カールだよ。カール、もう驚きを隠せないよね。麦わら帽子に印象的な口ひげ、首に巻いたタオルがトレードマークのカールおじさんでおなじみのカール。サクッとした食感と濃厚な味わいで長年多くの人々に愛されてきたスナック菓子です。カールチーズ味、カール薄味、カールカレー味が定番フレーバーで、スーパーのお菓子コーナーには必ずと言って良いほど置かれていましたよね。はい。まあそんな誰もが知る定番のお菓子であるカールは2017年8月生産分をもって中部地方伊東の販売を終了しています。本当？そのため現在カールは西日本限定のお菓子となっています。あるな、これあるな、販売エリアを縮小しただけではなくてですね、フレーバーも実は整理されて、現在はカールチーズ味とカール薄味のみが販売されています。なんなら俺カレーあんま知らんかったけど、まあいいか。まあ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 、そういうこともあるでしょう。西日本、西日本にある、ある、ある。あの、ま、中部地方伊東の販売も終了しています。難しい難しい。限定で中止してんの。限定、さっきのは北海道限定で販売してたさ。今回のは東日本限定で中止しています。もうなんでそんなことするの。やっぱあるんじゃない、その売れる地域売れない地域ってのがおかしいのってもね。で、西日本の方には結構受けた味だったから残されたんじゃないでしょうか。あー、そういうことか。じゃあこっちで食べれないっていうことか。だからチュルが今住んでるところでは食べれないと思う。へえ、そっか。ちなみに沖縄にはあるの。沖縄って西日本エリア。わからない。そんな区間で呼べる。沖縄ってなんか特別よね。沖縄って西か東かで言ったら、でも南よな。はい、そうです。そうです。西か南、ああ、いい、間違った。西か東で言ったら南です。正解です。そうですよね。はい、やっぱそうですよね。いやー、聞いて驚きですこれは。マジで。でもカールが、まあ、何、場所限定でも中止になってんの知らんかったね。まさかの17年。でも、うん、でも実は聞いて驚くかもしれないですけど、うんうん、あの、僕そこまでカールを食べてなかったです。別に驚かないけど。驚かないですか。いるんじゃんそれは。あ、驚かない、それはいい。別にいいよ。あ、驚かない、そういう人もいる。あ、なるほど。じゃあ続いてのランキングいきますよ。え、これ続ける、続くの。何、1位発表したのに。あ、実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキングはこれで終わり。あ、終わり終わり、うんうん、はい、続いてのランキング、はい、急に巻き出すやん。何、めっちゃ詰め込み出す人。あの、時間がないので続いてのランキングいってもいいですか。お願いします。行く必要ある。まあいいや、行く、いいよ。はい、続いてのランキングは、ツヤっぽい女性が多いと思う都道府県ランキング。お、待って、これ2分で収めようとしてんの、このランキング。はい、2分で収めます。お願いします。はい、まずは第3位、秋田県。おー、もう言った。はい。はい、日本三大美女の一つとされる秋田美人は、まあ、秋田美人、そうだね、色白の秋田女性を指す、まあ、言葉として定着しているということもあって、ツヤっぽい女性が多いと思う都道府県ランキングの第3位に君臨してきました。はい、第2位、北海道。気持ちいいほどにサクッとしてる。
はい、北海道はですね、まあ、日本の最北端に位置していることもありまして、はい、大雪山連峰や知床など広大な自然環境を有し、オオワシやエゾナキウサギをはじめ希少な生物も生息しているということで、これは北海道の紹介ですね。どういうこと？全く。もう時間ないから大事なところだけピックアップ。はい、大事なところだけでもいきます。続いて最後気になる第1位ですね。はい、艶っぽい女性が多いと思う都道府県ランキング第1位は福岡県。あー、もう俺は知ってた。それは福岡を言いたいためのランキング。これはバレましたバレました。あ、まあ観光スポットとして人気の高い福岡県、日本三大美人の一つ博多美人の地としてもおなじみということで、まあ第1位に入ってきましたということでした。もう綺麗にしまったみたいになってるけども、え、今のいる？今のコーナー何最後の？カットしないでね。ということで今日は実は販売中止になっていたと聞いて驚くお菓子ランキングと、何最後は美人女性のランキング、何艶っぽい女性が多いと思う都道府県ランキングをお届けしました。お、ちょ、もうついて聞くのに必死、ついていけなかったし最後はあ、もうびっくりした。ということで、ね、皆さんからのメッセージまだまだ募集中ですので、うん、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、皆さんからのメッセージは LINE から募集しています。 LINE アプリ内の友達検索でアットマーク 957KDRBM、 アルファベットはすべて小文字でアットマーク 957KDRBM と検索していただくと、このラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達追加していただいてメッセージを送ってください。皆さんからいただいたメッセージは月の最後の日曜日に読み上げさせていただきます。短くても長くてもどんなメッセージでも構いません。どしどし送ってください。よろしくお願いします。FM 小座からお届けしています。タチツテトラジオ。そろそろお別れの時間がやってきました。タチラジかけるザビッグロープで歩いていこう、遠くまでロマンスクラスターとともにお別れです。ということで。はい。なんかさ、最後ちょっと、あ、2分くらいあるからゆっくり喋ろうと思ってさ、他のネタもさ、ネタというかさ、うんうん、なんかうまい棒が4月からなんか値上げするよみたいなことをさらっと言おうとしたんだけどさだらだら2分くらいそれで喋ろうかと思ってたけどさまさかの美人女性の件のランキング言われてからさえ、そんなこと言ったら俺がただ美人女性のランキング言いたいだけのやつやんってなるやんいや、そうでしょ絶対。あれはそうだけど打ち合わせでは一応あったけどさ、いや時間なかったら今度でいいよって話だったじゃん時間あったじゃん、まあ、冷たい時間あったかまあ、まあ、まあ、あったあったつまり何の関係もないしね、しかもびっくりでえ、で、何？うまい棒が何？うまい棒が、え、聞く？うまい棒が、あの、希望価格を税別10円から10円、12円に引き上げるそうです。あー、聞いたことある。はい、それは4月の出荷分から値上げするということみたいです。え、4月の出荷分からってことは？から、だからもう4月2話じゃない？どうなんだろう。あ、10円から12円、12円か、12円かだよね。あの10円玉で買えなくなるんだぜ、やばくね。 うまい棒って確か売り上げが何十億ってあるんだよね。あ、そうなんだ。億本、めちゃくちゃ億売れてる規模のさ、ものが2円上げたらすごいことになると思う。本当だ本当だ。あ、違う、でもその分売れなくなるからどうなるんだろうって感じじゃない。あ、まあそうだね、確かに。需要と供給ですね最後ビジネスチックもうぶグラグラじゃんこの番組やばくない？何を伝えたいの今日今日はビジネス挟んだけど
要は福岡の博多美人が綺麗ですよって話、うん、まあ要はそういうこと、まあ、要はね結論それだけ知っていればそうそう今日のラジオは良きということで、うん、はい収穫多かったんじゃないでしょうかありがとうございますやばい終わりますよもう、はい、もうランキング残してない大丈夫来週にしよう、うん、来週にはい来週で来週ねはいということで番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の放送でお相手はタルトチュルでした。うちなんちも美人さね。はい。